はいこんにちはウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤ですこんにちはナビゲーターの三島ですはい本日はライバル対決ですはいライバル対決新製品が出た時に斉藤さんならではの我々ならではのライバルを見つけ出してその比較をする単なる比較ではなくてもちろんインプレッションもあるんですけれどもトラックマンを使ってデータをもとにああだこうだ言っていくというところで皆様のお買い物をご参考にしていただきたいと 今日は何と何をライバルでしょうか。こちらのバボラのヘアストライクの九十八。九十九。十六十九。はい。十六十九と。はい。はい。ブレードの九十八。こちらも十六十九。十九。はい。まあ、本当にあれですね。えっと。私いうところのフィーリング系。はい。はい。再三いうところのボブフィーリング系ですね。コントロール系。メーカーさんにはコントロール系細マッチョスペックの対決ということになります。では、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。 では最初にやっていきますが、えはい、今日は、えー、出たて2本ほやほやそうですね、もっと年明け出たのラケット2本やっぱりすごく売れてますからね。はい。ではい、じゃちょっと商品紹介からいきたいんですけど、まずはこちら、はい、えっと、はい、バボラのピュアストライク。はい、えー。乗って飛ぶストライクと言われているところでございますが、こちらの商品の紹介いただいていいですか。はいはい、重さとしてはシリーズの中で305グ,、ねはい、30グラム。305グラムはい。あまりにとり98。9 で、ええまあ二十三ミリ最大ですね。二十一、二十三、二十一というところ。というラケットで、まあバランスも三百二十ミリというところで、まあストライクの中でもやっぱり一番売れているラケット。一番売れているところ。それに対して、それに対して、ウィルソンのブレード。こちらもウエイトは同じ三百五グラム。はい。大きさ九十八ミリ。九同じ。バランス三百二十も同じ。ただラケットのフレームー数としては。 まあ、二十一ミリのフラットということで。二十一ミリ、かなり、こっちから比べるのは、ちょっと薄いかな、はい、というところでございます。すねはい、えっと、まあ、両方とも、ハイブリッドフレーム、まあ、ボックスとラウンドのいいところどおりを取っているので。はい、パワーを持ちつつ、うん、まあ、しなりも出るというような作りになっている。うん、ただ、決定的に、やっぱり違うのは、厚みだと思うんですよね。はい、そうです二、ね、十、こちらが。一、ね、ミリのフラットビームに対して、こちらは、二十三ミリ、この辺ですね。はい、なので、面のブレというのを、かなり軽減しようと。はい えー、パワーを出そうと、うん、なのでブラさんがおっしゃるにはコントロール系と言われたくないとうん、うん、あくまでダイナミックコントロールだと、ね <laughs> えー、パワー系ラケットにちょっとコントロールを求める方、はい、コントロールラケットにパワーを求める方にお,、えー、おすすめしたいダイナミックコントロールこちらの今回のキャッチコピーがそれ <laughs> あのあれあですよ <laughs> んあの速さが何でしたっけあ速いんですよね。そうです んだっけ速さが世界を変えるかなんかそんな感じで浸透しなかったらよくないんですけどね要は速さが増したということは前作よりも剛性を増した硬くした順しなり縦しなりブレを全部軽減させた一方でこちらはフレックスを下げたなのでもともとパワーがあるから玉乗り感を出そうということで大きく変わったのはクリエイトがついた。 そうですね。ダイナミックコントロール、<か> <laughs> パワーのあるコントロールラケットにクリエイティビティ、はい、要は一瞬の玉乗りでのこう判断とか戦術を具現化する力が宿った。はい、でこちらはもっと早く攻めていこう。はい、シャープと言われましたし。シャープと言われますね。<laughs> はい、一言で言ってくれればシャープと言われたという違いのラケットでございました。はいね、それが、うん、まあこれが硬くなった柔らかくなったというイメージが、はい。はい よりラケットがこれが近づいたスペックになっていってるのか。はい、いや、そうでもないよっていう感じなのか、ちょっといろいろデータで見たい,と思いす、ね。と、うん、なるほど。なるほどですね。はい、で、予測としては。はい。はい、予測としては、はい、やっぱりね、はい、パワー。っていう意味では。ストライクなのかなと思うし、うん。なるほどで、ね、すね。でも、ただフィーリング聞いて、うん、この二人が。ブレードが硬く感じるのか。 それともいやいややっぱり柔らかく感じるのかというのがすごく気になるので、はい、聞いてみましょうか回はこっちのような気がしますね回転はこっちですねああ言いましたね皆さん覚えてくるイメージだねということでここで登場いただきますのは成績桜川岡のヒロシーズということでございまして、はい、まずは加藤さんに打っていただいているシーンをご覧いただきたいと思いますこちらです、はい、はい。まずはピュアストライクから打っていただいておりますがはい。ちょっとね皆さんできれば音をね聞き比べていただけると うん、なので静かにしろっていうことですよねそうですね,ねブレードの方がこう、うん、なんて言うんだろうなうん太いこもった音ははいのように聞こえたんですよね私はこれが玉持ちなのかなで打っていただきましたのでスコア見たいと思います、うん、こちらです上がブレード。 下がピュアストライクでございましてまずはスピードから見たいと思いますがスピードはブレードさすが速さを打ってるだけありますねはい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 はまはいんいは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 とはい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 はとはい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 ははいはいはい えー、ピュアストライク、はい、だから乗ってるピュアストライクと弾いてるブレードとも言えるかもしれないですね、うんうん、僕の予想がまた逆になってる、ね、そうですね,すねはい皆さん覚えていてくださいね <laughs>、はい、じゃあコメントをお聞きしちゃいましょうかああうはい、はい、飛び出し感パワー感はどちらに感じましたでしょうかパワー感はブレード 98V9 の方が飛んでるような感じ手元の引っかかり感回転としたらどちらでしょうか 10足19ですね。引っ使か,かってますね。はい。はい。はい、えー、じゃ日本比べてどうでしょう。あのより攻撃的にというか。はい。スピンでちょっとかなりあのコントロールをしていくプレイヤー様ですとピアサイク10足19の方が回転系を使っていくうですね。いでは,はい。よく、はい、フラットドライブ系で結構攻めていく方、スピードが欲しい方は。うん 新しいブレードのほが少し硬めになっているので、うん、そこがおすすめだと思います。なるほど。はい、ちょっと対象ユーザーが違う感じですかね。そうですね。はい、はい、かなり変わると思います。変形とふだとけいですかね。はい、え,ーはい、えっと、手元での乗っかり感というのはどうですかこの辺のラケットで。で乗っかり感としては、あ、一応、まあ、ペーサイクルの方が乗っかり感じがあって、うん、あのー、ちょっと、やっぱり。 やっぱり乗って飛ぶというかそうですねはい、はい、でブレードの方はスピードがちょっと意識してる感じそうですねスピードがかなり出ますね、はい、前回と比べても非常に硬く感じました加藤さんが選ばなきゃいけないとしたならばどちらでしょうかピアスアイク非常に柔らかくてあの自分の思った通りに飛ぶっていう感じであのピアスイクはやめますはいわかりましたありがとうございました ということでございましてスコア通りのお感じ方というところとあとはやっぱり柔らかいんかね昔とちょっと違う気がしてて柔らかい玉持ちのブレードしなり感私よく釣竿でグググッとこう当たりかけた時のグググッてよく言ってましたけどもこっちの方がいイメージあったんですよ昔はですよ。それやっっぱり今回変わて、ての比較は別としも、 こちらの方がやっぱり乗るようになってて、ねだから飛ぶ、乗って飛ぶストライク、やっぱ速さ、硬さ、パキン、スピード、そうですね。いいと思いますよ。いい、だから攻撃の仕方ですよね、要はね。そうですね。だから今までとちょもしかしたら逆になる可能性ありますよね。そうですね。今までストライク使ってた方がもしかしたらブレードの方がいいんじゃないか。なるほどなるほど。なのでブレードの方がもしかしたらこっちに変わっていく可能性あなるほど。 あるるるのかなななって思わせるようなコメントでほ、ね、ほどなるほど、はい、あそれちょっと試したいですねブレード使ってた方にストライク使っていただいてどういうか、うんうね、ストライク使っていただいた方にブレード使ってどういうかっていうところの差があるといううこうやって2本打ち比べて、うん、でも、ね、なんとなくブレードの方がちょっと硬いんじゃないかって感じるっていうことはちょっと逆転してる可能性ありますからね。ははい、じゃあ、えー、と長尾さんのご意見もお聞きしたいと思いますので、はい、長尾さんの打ってるシーンご覧くださいこちらです。 ここここもぜひ皆さんん音音音をしゃべるななないううとでですすそうですねこれそうな音しますね硬そま、ねはい、ストリングスは、ねまあ、毎回、ミクロースーパーでポンドが4十。 これ多分50で貼ってる。あ、五十で。はい。なるほど。はい。ということでございました。スコアご覧いただきたいと思います。こちらです。上がブレード、下がピュアストライク。まずスピード。は。ピュアストライク。まほぼちょっとだけですね。回転。は。ブレード。あれ、加藤さん逆なんですか。はい。これ出て欲しかった。結果なんで。出て欲しかったですね。アングル変わらず。クリアランスは若干ピュアストライクのが。 高く出ているレンはほぼ変わらずなので先ほどの加藤さんはスピードはブレード回転がピュアストライクだった長尾さんはスピードがピュアストライク回転はブレード全く違うそうですねね逆の結果になりましたスイングの違いによってこれだけちょっと結果が違ってくるということなんでさてじゃあご本人どうお感じになってるかコメントをお聞きしたいと思いますこちらです。 手元での飛び出し感、パワー感はどちらに感じますか？飛び出し感はピュアストライクの方がよく感じました。パワーとしては、はい、えっと引っかかり感、手元で回転がかかってるなと思われたのは、感触的にはこっちはちょっと引っかかってるかなって気がするんですけど、はい、ブレードのはやっぱりよりこう乗っかってるっていう感じはありますね。なるほど。この2本比べるとどうでしょう？パワー、スピンはストライク、まあストライクの方がちょっとこう。 出てるかなというふうに感じます。はい、ただ乗り感としてはブレード,レードですね。はい。振動的なものはどうでしょう。暗く、はい、なって入っているものとういるところでは、でもブレードの方が少なく感じましたね。なるほど。はい。はい、えっと日本の対象ユーザーとしてはどうでしょうか。はい、どういう人にお勧めでしょうか。まあブレードはやはりしっかり乗っけてボールをコントロールしたい。で自分のスイングでスピードコントロールもしたいっていう方向けで、まあそれプラスアルファでスピードも欲しいと。 いう方にはピュアストライクがいいんじゃないかなと感じましたわかりました、はいえー、長尾さんが選ばなければいけないとしたならばブレード選びますかねはいはい。わかりました、はい、ありがとうございました とということで、うん、選んだラケットも逆になりましたということでございますがなぜこのような差が出るのか例えば、えー、加藤さんがどちらかというと、えー、縦振り、うん、要は縦シナリをたくさん使うプレイヤーであって、うん、長尾さんはどちらかというとフラットなので純シナリをたくさん使うってなった時に、うんはい、私まだブレードを調べれてないんですけども、はい、この2本比べた時の斜めのこのシナリはあったとしても、はい なのですねうん、うん、これがお二人によってちょっと差が生まれてしまったので、うん、えとスピンをかける方が打つならこちらの方が柔らかく感じる、はい、フラット系で打つならこちらの方が柔らかく感じる、うん、のような違いに感じましたがシナリオは私まだこちら計測できてないのででもねやっぱりまあ僕も同じようなタイプだからかもしれないですけど、うんうん、長尾さんと同じような感じで、うん まあ本当にレベルスイングで振っていく方にとってはまあブレードがまあパワーも上がってくれているけどでもそこまで硬く感じないよというだかだらどちらかというとフラット気味、うん、えスピンをかけていく方、ね、というかスイング的にはねじ込んでいく方、はい、だ乗って飛ぶというのはあっていてそうです、ね、速さが変えるんでしたっけのも確かに分かりますよね。う もう本当にねトラックマ、はい、まああの一般の方がやられる場合も、はいはい、この二つを今試すのすごく多いんですよ。ええ、うん、なるほど。はい。やっぱりまあ,こてってっまあいいところってことですね。見てっていう方もいらっしゃる。あじゃあ今回のライバル対決はいいところ。うん、はい。はい、そうなんです。まあねあの参考にはやっぱりなると思いますし、やっぱり普段のイベントでもすごく比べてどっちを選ぼうかなっていう方多いと思いますので、ちょっと自分のタイプに合わせて選んでいただきたいと思います。ねはい、ここで皆さん気になるのはですね、はい、発売してこちらが1月の後半。はい。 20何日に出ましたよね、はい、こちらが2月の頭だとで,、ね、でもう、えー、両方1週間 1>、はい、2>, 2週間経ってきていると、はい、最初の10日間だけでどっちがいけていますか <laughs> 皆さん人気ですよ今のところはい売れた数ですかね、はい、勢い的に <laughs>

まあ、この辺はね、あの選手のところもいろいろ気になるところのラケットにもありますし。うんすね、はい。ちょっとね、楽しみにしたいと思います。いいますはい。キャンペーンもいろいろやってますから。やっぱりえっと、いつまででしたっけ五月何日まで。そうですね。 え何か当たるんでしたっけグリーンのソフトケースがもらえたりソフトケースあ、グリーンでしたっけそうなんです先着1 0にあの十二本入りのグリーンのプローバーグリップそっちは先着なんですねソフトケースは全員はいこちらは今のところキャンペーンは特にない感じですねはいそんなところでもあの巻き返しがね楽しみかなと思いますのでというところの日本で今日のライバルなかなか皆さん注目の的だったあるところだと思いますねということでございました今日は とライバル対決です。はい。ウィルソンの <laughs> ウィルソンの、えー、ブレードの98はい。と V9 とはい。ピュアストライクの981619、はい、はい。おライバル対決でございました。はい。たありがとうございました。はい、ありがとうございます。